2023明治安田生命 J1 リーグ第6節アルビレックス新潟対名古屋グランパスの一戦をお送りします。では改めて今日のフォーメーションです。まあ、こちらは前節から今日5人変えてきましたね。そうですね、まあ、もちろんコンディションをまず重視したメンバー選考だっていうところはあると思います。アウェーの名古屋です。まあ、こちらは前節から変更は1人、泉がメンバー外、まあ、代わりに内田、まあ、予想では左のワイドに入ると思われます。クリスに行った秋山、ボールを奪った、秋山運んで後ろで伊藤、縦パス、太田だ、太田惜しいシーンでした。新潟ワンタッチあってコーナーキックです。一つ太田がゴール前に絡んでいきました。ここはマイケル奪って、ただ奪い返した名古屋、内田マイナス、米本入ってくる、戻してシュート、頭を抱えました。最後シュートまで行きました。ここ狭いとこ通しましたけどね。縦も見せかけながら中央です。秋山、落として鈴木、伊藤左足、太田、伊藤から最後は、あ、サイドは鈴木でしたか。ルヴァンカップで結果を出しました。さあクロスボール、鈴木落としたボール、ダニール・ゴメス中央へ、鈴木、ダニール・ゴメスこぼれてプッシュ、押し込んだ、最後は太田、太田2試合連発、今シーズン4ゴール目、ホーム新潟先制です。まあ、ここ一人でまず運びましたし、ここ鈴木選手がねちょっと触ってコース変えて、でこの今のこのタッチですよね、鈴木選手が簡単にクリアさせずにこれ一つ触ったので、ダニール選手のシュートを打つチャンスっていうのを見ましたよね。ここですね。そしてまあダニール選手もねゴール前なのでしっかり足振りましたし、それに対して太田選手、まあ、これ好調な選手の前に転がってくるんですよね。まあ、このタッチ大きかったですね。ここの守備の意識、そしてまあこのシュートもよく抑えましたし、まあ、よく反応しましたね。さあ拾った名古屋ですが、中盤の攻防、長い笛でイエローカードです。今の VR チェックで今更新をしてますね。そうですね、今画面も出てます、会場確認中、ここはオンフィールドレビューを行います。足の裏が入っているっていうところはね、どうジャッジされるかですよね。イエローではなく、ここはレッドカード、マイケル退場です。ニアサイド戻して、ユンカー、マテウスシュート、マテウスポストこぼれている、ボレーシュート、ポストも叩いた名古屋、惜しいシーンでした。長い上げていく、入ってきた、これで島田、ダニーロ・コメス奪った、長い、長いだ、長いのシュート、ディフレクション、ゴールイン、同点ゴール、名古屋追いつきました。永井のゴール、まあ、ここの切り替えでしたね。しっかり名古屋の方はここに対して永井選手反応して、まあ、少しこう狙い通りというよりはね、こうワンツーの形になって、ここでのパス交換という形にはなりましたけども、まあ、少しこう難しい状態でもやはり足を振ったということですよね。まあ、それがディフェンスに当たってしっかり入っていたという、まあ、ここはやはりこの無理、ちょっと難しい体勢でも足を振ったというところがやはりゴールを生んだと思います。野上が運んで
クロスボール跳ね返ったフリーダーシュートだー、ビッグチャンス名古屋、今入ったコーダでしたか。戸上浮かせて、ただここは田上が対応します。ライン際残した森下、森下クロス、ユンカー、ユンカーのボレーシュート、名古屋逆転、試合をひっくり返しました。ユンカー今シーズン3ゴール目、まずここで蹴らせたボールに対して野上選手がしっかりこうつないだヘディングですよね、中勢いよく持って入って、で酒井選手が少しこうニアに入った分、早川選手がそこをつられたので、そこの後ろにできたスペースに独車のボールでしたし、ユンカー選手も、丁寧にインサイドで合わせましたよね。今ウバンカップ勝ってますんで公式戦連勝ということになります。そこまであと数分という状況です。さあ右でマテウス、マテウス後ろから来た、稲垣最後ゴール前に走り込んでゴールに流し込んでいきました。名古屋に大きな3点目、稲垣は今シーズン初ゴール、後半主導権を握って数的優位も生かして3点目が入っています。ここでホイッスル、1対3勝ったのは名古屋、6戦4勝、シーズン序盤桜満開です。